はい、川崎です。今日は、北海道チーズ蒸しケーキを20個食べたいと思います。で、お店に行ったらこれちょっと18個しか売ってなくて、でちょっと代わりに残りの2つはこれちょっと珍しいんで買ってみたんですけど、ベルギーチョコ蒸しケーキ、これを2つ食べます。で、まあこれに合う飲み物って言ったらやっぱり牛乳ですね。で、牛乳を2リットル買ってきました。では、いただきます。すごいしっとりしてて、すごい美味しいですね。いろんな菓子パンの中で結構この北海道チーズ蒸しケーキ、自分結構好きですね。はい、というわけで北海道チーズ蒸しケーキとあとベルギーチョコ蒸しケーキ20個、完食しました。ごちそうさまでした。牛乳も2リットル飲みました。北海道チーズ蒸しケーキをよく食べるんですけど、これあんまり見たことなかったんですけど、これすんごい美味しかったですね。ほんと生チョコ食べてるような感覚で、これちょっとハマりそうですね。はい、というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画への、いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、川沢でした。